アルコール、あっくんの日常。はい、どうもこんにちは、あっくんです。本日は造形と複製でアルコールドーパントメモリを作っていきたいと思います。今ネットでドーパントメモリを造形するのが流行ってるんですよね。本当はケサルコアトレスメモリを作りたいんですけど、とりあえず通常のメモリから作っていこうかなと思い、今回これを作りました。造形の動画はまた別であげるので、今回は複製したガイドメモリを使用する動画になっています。この動画が少しでも面白いと思ったら、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の方もよろしくお願いします。それでは今日もその授業をしていきましょう。アルコール、本日もご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォロー、ぜひよろしくお願いします。おすすめの動画も見てください。それではまた次回の作品でお会いしましょう。バイバイ。